埋め立て地は廃棄物や浚渫土砂、建設残土などを大量に積み上げることによって人工的に造成された土地を指す。おおむね湾や湖などの水面に投入することによって陸地を造成する場と低湿地、窪地、山間地などの内陸地に盛り土して造成する場合とがある。水面、海面、または内水面を平らな陸地に変える水面埋め立て地は天然に形成された陸続きに水面を埋め立てていき、陸地にするものと、全く新たに島を作るものとの2種類に大別され、地形条件によっては干拓などと並行して行われる。埋め立て地は古くより造成されてきたが、その多くは港湾を形成、整備することが目的であった。すなわち、海岸線を整えたり埠頭を整備することにより、港湾としての機能を向上させるもので、小規模なものは国成立以前の古代より行われてきたと考えられている。大規模なものは日本では江戸期から増加し、東京湾では1592年、文禄元年の日比谷入江が最初とされる。一方、人工島造成は大規模な事業となるため、確認されているものは時代がかなり下ってからのものとなる。日本では、平清盛による京ヶ島月島が最初とされ、以降、長崎の出島や東京湾の台場などが知られている。しかし、本格化したのは、やはり高度成長期であり、各地の臨海工業地帯で、埋め立て造成が進み、大阪南港、川崎の東、扇島、長崎空港などが造成された。特に、神戸市では、山、海へ行くと言われた。丘陵を切り崩した土砂で海面埋め立てを行うことで、同時に土地造成を図る事業が行われた。これによる埋め立て地が、ポートアイランド、六甲アイランド、神戸空港である。最近では、関西国際空港、横浜八景島や和歌山マリーナシティなどがあり、総面積は国土の約 0.5% に相当する。埋め立て地は人工地盤の一種であり、長時間かけて形成された天然の陸地に比べると、急速に形成されたことにより、土壌粒子の間隙が大きく保有水が多いため、地震による液状化現象が起きやすいとされている。このため、耐震基準など、法令上の制約、構造計算に使う係数が厳しい等があり、建築基準法に関する建設小国時では、第三種地盤が著しく軟弱な区域、とされている、埋め立てから30年未満、埋め立て地盤厚さ3メートル以上。また、液状化対策として、土壌の水抜きなどの地盤改良を行うことがある。埋め立て地の可能性がある場所での建築にあたっては、明治以前の古地図や土地条件図を調査したり、ボーリングによって、土壌や N 値を実測して、判定、構造計算書用の標準化入手権する必要があるが、なりの費用を要するため、一般の住宅では、より簡易なスウェーデン式サウンディング試験等が用いられている。海の埋め立ては、山の多い香港で、土地面積が限られているのを改善するため、長年行われてきた。最初の埋め立ては、海岸が塩田のための土地に変えられた西漢初期の時代、紀元前206年紀元9年に行われた。主な埋め立て計画は、19世紀中頃から実施されている。法人的地位を持たない行政区画としては、そこにある代表的な境界道を冠した7個の道区、タイパ島及びコロアネ島をつなぐ埋め立て地である古代地区、中国本土にあるマカオ大学並びに貴族未定の埋め立て地により構成される。埋め立てを行うということは、それ自体干潟や浅海域の消失を意味している。干潟や浅海域は海洋においてバイオマスの集中している部位であり、海洋生態系における生物生産、水産資源の再生産において重要な役割を果たしている。これを短期的な視野における経済的な利便性を目的に相当量を消失させてしまうことは、海洋生態系や水産業に不可逆的な損失を与えることに、つながっている。日本の場合、干潟の8から9割は、戦後高度経済成長期の工業用地確保などのために埋め立てられて消失しており、日本近海の水産資源減少の一つの原因として指摘されている。また、埋め立て用の土砂を確保するためにサンドポンプで沖合の海底堆積物を吸い上げて利用することがしばしば行われるが、これにより海底に大きな穴が開き、そこに低酸素水が溜まって青潮の元凶になることも知られている。埋め立て地は何島かの不要物を用いて造成されることが多い。例えば、横浜の山下公園は関東大震災の瓦礫を処分する過程で造成された。その他、廃棄物、低質、ヘドロ及び、浚渫土砂や家屋の瓦礫等が使用されていることが多く、時に、これらに含まれていた有害物質が溶出し、土壌汚染となる事例が発生している。これは、土壌が汚染されたというより、汚染された土壌で土地を造成していたことが、今になって明らかになったものである。ただし、有害物質を含む浸出水が地下水などの形で移動することにより、周辺の汚染されていない土壌に除染したり、水質汚濁や、それに引き続く、低質汚染を引き起こしているケースも発生していい。海面埋め立て地では、潮汐の干満により、地下水へ外力が加わりやすい。また、埋め立て地であること自体が原因ではないのだが、工場が多く立地していたため、創業時に漏洩した有害物質による土壌、地下水への汚染リスクが高い傾向がある。大規模事例としては、東京都築地市場移転候補地である豊洲の東京ガス工場跡地で高濃度の有害物質が検出された土壌、地下水汚染が挙げられるが、その他にも小規模汚染が各所で確認、または懸念されており、跡地利用、取引上の制約となっている。これを解消し、不動産価値を回復させる土壌浄化ビジネスが1998年頃から拡大しており、各地で施行実績が上がっている。日本では法令上、廃棄物が地下にある指定区域を販売する場合は、重要事項として説明しないと、宅地建物取引業法の営業停止処分等を受ける。これは廃棄物処理法における廃棄物が地下にある土地を指定区域として公開する法規制に基づく。しかし、すべての廃棄物で埋め立てられた土地を指定するには至っておらず、したがって土地を購入したり利用しようとする場合には事前に汚染リスク調査等の対策をしておかないと、予想以上のトラブルに巻き込まれる恐れがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。